パイセン、あ、じゃあ、掴んでいくか。1匹、あ、でも3、2、3匹、つまり2匹は連れて帰ってきていいな。パイセン、ケツ乗ってけ、ケツ。好きな方でいいよ。ケツはでもいい。どっちですか？タグケツアーズなってる。どっちでもいいよ、好きな方で。ダグさんのケツ持ってこ。ダグさんのケツのその色すげえいいんだよな。え、塗ってないでしょ、これ。全く塗ってないし。よくね、これ赤たとどるだ黒。け。そうだ。よくない？俺のケツなんて見てみろ、ピンクだぜ。でもなんか顔だけ見るとなんかちょっと鶏っぽいですよね、この。確でかい鶏いるみたいめっちゃ首フリフリしてる。な。なんかこれ親の鳥でなんか下にひよこ2匹みめっちゃ首フリフリすんじゃん。ワイパーみたい。ほんと。定期的な。クイックルワイパー。早く行きますぜ。ああ、どうぞどうぞ。じゃあ先に行ってても大丈夫ですよ。落ちじまゃあ、す、後ろから。沼地行くか。パイセンめっちゃ遅れてますよ。え？早ケいツ、んだおもん。そういうこ早いんとだもん。沼地ってどこだ？それでも、そこあ、あそこれスだ。ピード振ったんだけどな。あそこだ、沼地。沼地にいるぞ。この辺からもういねえかな。サソリがいるな。おお、あ、いた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 。あ、いっぱいいる、ここ。見える？あれ。わかる？新しい子。背びれがついたトカゲみたいなやつ。これ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 。ああ、これこか。れ。つかおめなかった。それそれ。お。This really。じゃ、そ適当に掴れ。んで、レベル一番高いコツ掴んだやつが勝ちにする。なるほど。ケツで捕まえられるんすか。ケツで捕まえられるだろう。じゃあ、俺こいつ。やべ、その最初に。あれ、違う。あれ、どこ行った？掴んなんか、だ。もう掴んでる、あの人。いやー。クレーゲームプロ。ここか。ちょ、あ、向こうにもいる？いない。あれ？カエルも欲しいんだけどな。あ、この子鳥で掴めねおっと。え？おっと？あ、つかめないんですか、これ。おっと？落ちたとだ、った？掴めないかもしれん。だからか。なんか通り過ぎて、あれ？ってなったんで。おっと？パイセンそれ持って帰っていいや、じゃあ。はー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 い。掴めないわ。ケツじゃないとダメか。あ、掴めない、掴めない。一旦帰ろう。じゃあ何匹かケツ乗って、あのポコポコ入れるわ。やべ、スタミナがね、一回降りる。この子なんか、切り土の戻りめっちゃ早いから。あ、卵泥棒がいる。卵泥棒持ってきます？まあ、今度でいいよ。よし、帰ろう。何レベルか分からんが。とりあえずどんな子連れてきたか見るか。12レベル、64レベル。いいんじゃね？でもどっちもオスだ。オーマイガどっちもオス。いねえな。ー。あれか、生きたエアコンとか言ったやつ。生きたエアコン？
何それ？特殊能力？この子の。生きたエアコンって書いてあります。何？通常の点方法で肉。肉でいいんだ、じゃあ。はい。取ってきます。地帯にいるはずなんエだアけどコな。ンって書いてあるから、なんか、能力あるんですかね。あれかな、いい温度にしてくれんのかな。だったら、赤い卵が。子作りがあるかそうでも。すね。なんか、昨日、生きた卵食ってた人いました。誰誰、マジで。マジよくやるわ、そんな。えぐいね、で。びっくりしました。容赦ね。どう思うか。あ、いたいたいた、ディミドロン。大変ですね、それは。まずいですよ。カシャーって言ってましたけいや、ど。え？大丈夫ですか？卵食べるときカシいャーっや、て。あのさ、なんか生まれる卵あるじゃん、なんか。はい。なんかこの立地赤超いなんいい。かオーラみたいな出てる卵はいはいはい。がこの崖落いいちな。ててさ、はい。なんで、お、初めて見たみたいな感じ。なるシほャど。リッ、シャリッって言って、卵を食った人いて。ええ、パリ、そシャリッのまま。すごいな。ベリーを食うような感覚で、シャリッ。シャリって。シャリッ、じゃあ本当にシャリッ。すごいな。真似できないわ。シャリシャリって感じや。あ、どっちも一緒だけど。あ、一緒でした。あいつがいいけど、あいつ水の中いいんだよな、今な。あれどこ行った？あれどこ行った？あれじゃなくて、あれどこ行った？あれ？ 32 レベルがいたんだけど、今。レベル低いな。48、こうやって手打つか。いいですね。はい。帰ります。とりあえず3匹。あ、男の子か女の子か、みんな捨てた。ちょっとあれするので。了解です。はい。はい。いやー、うじゃうじゃ。じゃあ俺もやろう。登れなかったぜ、ベイビー。多分レベル12のかなんかはもうすぐかも。逃げ。あれ寝てる？もう。寝てんじゃねえ。こっちやるわ、俺。寝てる？や、まだ動いてるな。起きたんじゃねえ。どれが今起きてんだ？全員起きてる？一番右の子寝たんじゃない？起きてる？いや、起きてる。なんか死にそうですけど。12レベル。死にそうですね、これ。あ、鳥が来お、あ、たしよ、ま鳥っ。が。やべやべパやべやべ。シブパシブ。乗せろ乗せろ乗せろ。あ、タイガータイガー。どけ。とりあえずさ、せ、あの、せ、セミコロン、セミコロン、セミコロン。全然寝ないんですけど、ほんで。全然寝なくね？寝もうない血まし。みれですけど。血まみれ。死にそう。
あ、死んだ、10レベル。入ってないよね。ダサン、じゃあそっちやっといて。はい。なんか死にそう。そうですよね、そいつも。俺、麻酔薬使ってるよね。麻酔薬使ってんな。俺も。え、入んないぞ。死んだ。あれ？体力？通常のテーム方法って書いてあるんだ。体力ないの？この子もしかして。なんか死にそうだよ、この子も。4秒間隔で打つか。ダーツの方がいいのかな？タイムが出た。うん、プライム出た。うわ、死にそうだわ。まだ入ってないよね。入ってないよね。死にそう。うわ、死ぬな。どうすんの、これ。どうせいいの。どうするんですかね。俺でも入れたんだけどな、テーム状態には。俺でも入れた子、普通のあれですか。いや、俺でも入れた子100レベル超えてたような気がする。結構高レベルの子を入れたんだ俺。でも肉がなくて断念したんだよね。いないか、ヘビ。めっちゃいんな。しかし開いた。あれそなれんこだっそあけ。れですかね、さっき言ってたスタンガンみたいなやつやるんですかね。ああ、なるほどね。確かにね。それどのくらいのあれで作れるんだろう。それ作ってみる？エレクトロトリックプロットってやつですよね、多分。そう。多分そんなんだったと思う。確か、エレクトロニックが何個か行って、あと真珠とかなんか、まあ、アンコウはほら結構すぐやれるから。アンコウの150ぐらいはあります。マジこので？間海行った時にアンコウ倒しマてジたら。で？あ、じゃあ作るそれ。それでやってみる？はい。でもいいかな。ファブリケーターじゃないと作れないんだよね、あれ。多分。何やったんですか、今。セメントですかね。セ多メン分。セト。メントと、多分、真珠。セなるメンほト、ど。真珠。どこにあるんだ。これ、ポ違リうな。マーも、ポリマーってでもこれ、これか。ペンギンのポリマーでも、い培養けでる。きるんですようん、いね。けるいける。だったらわざわざオブシディアン作る必要もない。うん。セメセントメンベトース2か。個もいるんか。ポリマー作るのに。しかもこれ作るのポリ、セメント70いる。そう。だから多分セメントが結構いるんで、あ、とそりあえう。ず、じゃ、とりあえず、ダーツでやってみる、一回。います？うん、ダーツでやってみよっか。はい、したちょっと。ら。はい。とりあえず、テーム行くのかどうかを見てみますか。そうですね。うん。そんな難易度高えの、これ。麻酔やってダメなのか。レベルが低すぎるのか。あ、に、に、あ、4じゃない、20だ、レベル。
ダーツ。ダーツ。打ってあげようか、ドア頭に。そんなもん聞きませんよ。うん、そ聞いてんじゃん。一発でね、取らなかった。頭にダーツ刺さってるし。すごい、頭からバラが咲いたみたいになってるよ、パイセン。いいね。うん。花がっぱだ、花がっぱ。寝ない、ほんで。結構血出てきてますね。そう。はい。寝てる今これ。寝てないか。寝てない、寝てない。あ、寝た？いや、まだです。寝ないね。あ、寝た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 。寝てる、これ。あ、ほんとだ、ほんと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 。肉あります。え？ 20 レベルでさ、23本も使ったよ。いや、半端ないっすよ。ちょっと、ナルコ、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい。半端ない。一回、30ぐらいずつ減ってる。嘘。ほんと。プライムは？プライムも全部いっちゃいました。入れた？それは普通の肉は入れましたよ。あ、腐ったってことか。腐りました、もう。なるほど、全部いきました。そっか、しょうがねえか。もうなんか期待できちゃいます。期待しちゃいますね。それそこまで手かけてテーブするんですから。でも何の期待があるのか。エアコンだったらでも結構いいんじゃない。ああ、本当に。エアコンの代わりしてくれるんですか。ウィキかエアコンって書いてある、ウィキに。何それ。だから、などっちゅう、雪山のとことかこいついりゃ多分あったかいんだと思うぜ。こいついるだけで今からエアコン作ろうとしてるぐらいですか。本当だ、襟がやべえ。で、体力低い、やばいですよ。しかも全然テーミング上がってないじゃん。プライムじゃないとダメですかね。ん？食ってないの、そもそも。プライム取ってくる。はい。いや、これはちょっとあれだわ。うわ、表、なんで？ダクさんも入れすぎ。今。さっき結構取ってきたんで。ある意味複数同時にやんない方が良かったかしたら。うん、逆に良かったかもしれないですけど。数値見てないとまずいレベル。で、肉食ってる？食ってます、食ってます。上がってる？うん、そうですね。1パクで1割ぐらい近くいってるんで。アルファラプトルがいる。やっていい？サーベル。サーベルやれたっけ？やれます、やれます。余裕でやれます。36レベルだった。余裕です。レベル 100ぐらいでもやれます。マジ？はい。この間、98レベルかなんかのいたんで、普通に勝ちました。カルノが2匹来た、ほんで。あれ？嬉しい。あれ？あったあった、アルファの死体。201個手に入ったわ、プライム。いい願いだし。201個手。めちゃくちゃだな。全然食べてくんない。で、プライムで結構伸びたね、でも。伸びました、伸びました。なんでスタックされたんだろう、これ。2って。数があまりにも多すぎたのかな。ですかね。で、こいつのサドルは？こいつサドルあんのか、そもそも。見たような気が。あ、来た。あ、来た。サドルないじゃん。サドルが×になってるよ。サドルないじゃん、この子。あら。あら。あら。
あらあら。あらあら。ってことはもう、話しがいただ。かなぁ。ただ距離はちょっと、短いですけどね。あ、そうなんだ。これぐらいの、これぐらい、これぐらい。これぐらいの距離。おぉ。ちょ、謎っちんとこ持ってってみるか。うん。そのまま僕が作った家も見てってくださいよ。俺今日ちょっと見たんだよね。え？雪山行ったついでに。え？見つけちゃったんだよね。いられた。うん。作業してるのも横目で見てた。え？ちょっと声かけてくれてよかったのに。じゃあ昼間だったからうまく繋げてなかったからさ。ああ。まあ一つ言えるのは、豆腐だねって。いや、これまずあれですもん。あの恐竜たちいるためのやつですもん。めっちゃ豆腐だったわ、と思って。まあ、ここからですか。俺も白とかあんのかなと思ったけど。いや、できるんじゃないですか、これから。でも。あれ、ケツある持ってた方がいいですか。いや、ケツで持っていく。ああ、ここ、ここ。なんか十字架になってるけど、何あれ。あ、あれガラスのやつ？そうですね、そうです。うーわ。狭っ。どこ落ちた？ディミドローン。あ、出た。あ。え、寒いよ。あ、暖かい。あったかい？あれ寒いわ。寒い。近くに行っても寒いですね。寒い。え？何なんだよ。ちょっと待って、これもっとさ、これ出れるな。いや、本当はさ、凍えるぐらい寒いんじゃねえの。じゃあ脱いでみようかな。あ、凍える、凍えてる。二人で修行しましょうよ。え？修行。じゃあまあそうだね。まあ検証のためにやるか。こいつをこう、外に持ってきて。レックスが行ってんぞ。なんでレックスが来たん？今、凍えるぐらい寒いじゃん。あいつ、動き遅い。あ、来いよ。死ぬぞ。こうでしょ？こういうとこ寒いところで。いや、寒いよ。寒いよ。冷房しか出ねえんじゃねえ、こいつ。そういうこと？いや、寒いって。え？非常に寒いですね。ちょっと待って、こいつ何ぶりにすりゃいいの、こいつ。暖房ぶり、あ、違う、冷房ぶり。違う、暖房ぶりに。暖房ぶりってどれだよ。でも、なんか、ワンダリングさせるといい。あ、そういうこと？ワンダリング？わかんないですけど、ワンダリングってあったんで。いや、イネーブルワンダリングで。いや、した。あ、ユーはフリージングって言われてる。え？ワンダリングしないですけど、こいつ。いや、寒いんですけど。超寒いんですけど。死ぬ、死ぬ。うん、死ぬ。目の前で死ぬよ、主人が。ちょっと。いい加減死ぬ。そんななんか、ぬぼーって顔しやがって。いやいや、死ぬって、ほんとに、マジで。え？本当に冷房しか出てこないんじゃないですか。もう勝ちの冷房かな。ダメだ、無理だ、切る。何ぶりにしていいかもわかんねえし。は？あ、でも今全然寒くない。ちょっと待って、寒い。え？あ、なんかラグってる。あ、寒くない。あ、なに、さっきの程度がやばかったってだけですかね。離れるとちょっと寒い。で、近づくと消えるわ、確かに。ってことは、これもっと増やすと、
何匹もテイムするとエアコンいらずってことですかね。ここでも裸できんじゃね。むしろこう氷溶けてくんじゃね。えいえいえい、氷溶けて雪崩発生すんじゃね。いやもう全く寒いわ。ダメだこれ死ぬわ。こいつに潜ればいいんじゃん、こいつの腹の下に。どう兄弟。ああ似てる似てる。とかこう 鼻のラインがよく似てるわ。あとなんかこのちょっとこう歯に噛んでる感じの笑顔。笑顔。これだって口角下がってるぜ完全に。見てみ。完全に口角下がってるぜ。ほんとだ、上に上がってヒュッて下がってる。ブーメラン、ブーメラン型。え？ちょっと待って、あ、でも確かに消える。こいつにめっちゃ近づくと消える。結構近くないとダメですよね。うん、ワンダリングって刺身さんに今フォローイングしてるからワンダリングしないんじゃないですかこいつ。そうだね、いいこと言ったわ今。あ、いや、それも寒いわ。痛い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 。いや、近くに寄るとでも消えるんだ、確かに。でも本当にピタってつかないと消えねえ。そんなに近くですか。おう。あ、でも雪山に裸で近づいてもダメみたいですね。なるほど。うん、マイナス100度がマイナス90度ぐらいになりましたみたいな。さほど変わりません、的なね。なんかじゃないですか。いや、でもやっぱ来たら、来たらこいつの近くだって。ワンダリングしてなくてもあったかいけどな。ほら。ああ、ほんとだほんとだ。うん。この近く行ったら、ああ、1段階下がるもんな。うん、だワンダリングしてなくてもいいんじゃねこれ。うん。ああ、確かに、確かに。うん、ああ、確かに。消える、消える。ああ、ああ、でもまあ、こんだけ近くに寄らないといけないんだったら、やっぱり、いますね。この子、なりぶりにすりゃいいの、マジで。わからん。だって乗れないしさ。フードチブリ？あそこのレックスリオパな、どっち？うわ、白い。やってこよう。ちょっとここ身動き取れないですけど。とにかく頑張ってください。上とか飛べないですか？じゃあ、うちのケツ出したらいいかな。なんとかなった。なんだろうこいつ。なんかいらなくないっすか。これ置いて帰ろうかと思ってる。ちょっと待って、じゃあ、それあとよろしく。厄介者を押し付けられた感じ。いやいや、そこはいるでしょ。だってそこにこそいるでしょ。うちほらめっちゃいい気候だからさ、あそこは寒くもなく暑くもなく。